Nanto 水長剣の真髄を教えてやろう! こいつはすげえ美人じゃねえか。ゾクゾクするぜ。お前たち食料は持っているのかい。おお、いい子にしてたよ。あんまりやるぜ。そうかい。ではこいつをいただくとするか。男。てめえやる。 泥をすすってでも俺は生き延びる。 その男は世を呪い時代を憎んでいた。生き延びるために人を裏切り食料を奪うために人を殺してきた。その心は核に焼かれて 緑を失った大地のように乾き、その手は人々の血で常に赤く染まり、その目は獲物を狙う狼のように鋭かった。ナント政権の一派、ナント水長剣のレイ。彼はただ一つの目的のためだけに生きている。両親を惨殺し妹アイリを連れ去った 七つの傷の男に復讐するためだけに。七つの傷の男を殺すためだけに。兄さん、兄さん。妹、アイリの呼ぶ声が今も聞こえる。第1話、ナントの男。 この動きは人間では捉えることはできん。村の奴らはみんな殺しで。そこの方、助けて。何でも礼をするから奴らを倒してくれ。何でもと言ったな。いいだろう。 助けてよ。ありがたい。あとは頼みます。
ってけ。足がすくんで、兄弟
輩たちを殺してくれたな。我ら死亡一族の火山軍老剣を喰らえ。エレアごとき、ナント政権の前にはゴミくず同然。なんと水長剣、その神髄を貴様にも教えてやろう。女、あなたの目の前にいるのは
戦士マミヤよ。女、お前がリーダーか？賊を追い払った。約束通りありったけの食料を出せ。村をめちゃくちゃにした上にそんな要求。あなたは騎馬一族と同じ悪党よ。この村の用心棒になってやろう。俺の名はレイ。覚えておくがいい。なんと水長剣の神髄反応したようだな。